シャックです。マッツです。今日のテーマはホークスのオフシーズンはどうなる。どうなる。ウィヤング。今日はですね、マイアミヒートにほとんど歯が立たなかった形で負けた。一勝した、一勝したぞ。あの試合は激アツやったけどねこれやってないけどな。最後あのフローターでねこれやっとけばよかったって本人思ってるよ今素人 NBA。 残念ながら負けてしまったアトランタがこれからオフに向けてね、何をやっていくべきかについて話していこうと思います。楽しみですね。で、今日も皆さん最後までお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッとポチッ押していただいて、またのこと忘れずチャンネル登録いただけると僕らのモチベーションにもなるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。アトランタホークス言うたらのプレーインですよ。暑かったなここ、うん、オーネッツそしてキャブスを破ってナンバー8シードであるもののプレーオフに駒を進めました。やっぱ大舞台に強いねって話をしたね。いやほんまこのトレイを中心としたこの決定力はやっぱプレーイン見た段階ではやっぱ段違いやった。ハートが強いよ。そういう形で一気に乗ってたんで、相手ナンバーワンシードマイアミヒートやったけれどもいい勝負するんちゃうかっていう見られ方があった。もうちょっとな、あると思ったな。しかし、ヒートに残念ながら1勝4敗で敗退。強えよこいつら。ゲーム3でね、さっきも話した通りヤングのフローターで勝ち越しを収めてんけれども、その後は2連敗。あら、カリーみたいになってるやん。特に最後ゲーム5はジミーがねいなかったんで、よりホークスも戦ってた印象あるけれども、ヒートのね全体的にあの岩のような痛いしごついし硬い、筋痛そうやもんな。あの人ら、あのディフェンスを最後まで攻略することはできませんでした。むしろよく一勝したけどね。すごいよ。うん、特にトレイに対するディフェンスは、うん、もうあの鉄壁中の鉄壁で、後ろから石つぶってきてんで、そうPJ タッカーがベタバリにつきながらこいつすげえからな。そしてスイッチで次にジミーバトラーがつくっていうね殺されかけて素人 NBA。そしてその後またスイッチアダバヤついてくるって。あ、すげえな、もう。そう、あの、本当に鋼のようなディフェンスで、まあ、全く仕事をさせてもらえなかった。カチカチや。そんな、ヤングは、このマイアミとのシリーズ、1試合 15.4 ポイント3、18.4% という形で終わってしまった。くっそ止められたな。ただ、あのディフェンスを前に、ヤングを攻めることはできひん。周り頑張ってくれってなるな。あの3人に囲まれて、誰が仕事できるっていうね。なので、実際、ターンオーバーも5試合で30回も出してしまって。めっちゃしたな。そう、なんと、このシリーズで決めたフィールドゴール25本よりもターンオーバーが多いから。うわ、嫌な記録できた。そしてもう一つ嫌な記録があって。まだあんの？なんと NBA が3ポイント導入された以来、はい、プレーオフで、フィールドゴール25本以下に対してターンオーバー30回もやってしまった最初の選手になってしまった。NBA レコーズ。NBA レコーズ。いややなぁ。But NBA レコーズ。そりゃ転がおうなるわ。うん。プレインのキャブス戦では後半だけで33ポイント鬼稼ぎして。もう化け物でしたよ。スーパースターの格の違いを見せてくれたヤングの姿は残念ながらファーストラウンドにはありませんでした。スーパースターをチーム力で蓋してきたね。もうあれは見てても怖かったからね。2番手のジョン・コリンズもファーストラウンドから怪我からできてんけれども、怪我やからな。そう、ただ明らかにまだコンディション万全じゃなくて、キャラ薄なってたよな。うん、多分ね、まだ怪我痛いんやと思う。だいぶ。あ、なるほどね。うん、なのでね、彼のプレーオフの成績の中でも最低の成績になってしまった。まあ、しゃあない、切り替えてください。そしてカペラもね、プレーインで膝怪我してからゲーム3から復帰できてんけれども、あれ痛そうだったからな。同じく彼もコンディションとしては万全じゃなくて、自業自得なんだけど引っ張ってもんだから。ただモーブリーのやつやな。ただ彼の本来の姿とはやっぱファーストラウンド見る限りはほど遠かった気がした。その中でポジティブな面としては、デアンドレ・ハンターがこのシリーズチームナンバーワンのこのシリーズ平均21ポイント叩き出して、ナンバーワンの割に写真小さめやで全身写したかったから高さをアピール。ゲーム5では35ポイントゲームもありました。映画な。そしてボギーも勝利したゲーム3では前半チームをしっかり繋いだし、彼結構頑張ったね。ゲーム2では29ポイントのゲームあったんで、シックスマンとしては素晴らしかったんけれども、最後ね、ゲーム5怪我で試合に出ることはできませんでした。そしてこの鬼ウェカ・オコングよ。オコングすごかったんじゃん。実際にカペラよりもプレイタイムを大きく伸ばしてて、これはスタメン狙えちゃうよ。いや、せやねん。もうほんまインサイドで体張って、勝利したゲーム3の4クォーター終盤に、オフェンスマンのヒーロー、アデバイオ越しにガツッと取ってからアンドワンは、もうほんまに震えたし、名前と顔のシュッとしてるからのギャップがいいよねそうやな、ね、素人 NBA。 シリーズの中では PJ タッカーでバチバチに言い争うみたいなこともあった。なのでね、早くも来年が楽しみです。シリーズを通すと正直ねホークスの良さっていうのはこれぐらいしか出なかった。まあ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 、つまり逆を言い返すとヒートにやっぱ完全に抑えられてしまった。強すぎたわ。そんなホークスは今シーズンのオフに
大きく動く可能性が極めて高いチームの一つです。おっと、もともとさ、ちょっと思い返してほしいのはホークスって、思い出してごらん、トレードデッドライン前でさ、この GM トラビス・シュレンクが大きく動くっていうことを話してた。ああ、言うてたな。そう、もともとベン・シモン狙ってんちゃうかみたいな始まってた。夏いわ。そう、ただトレードデッドライン前には動かなかったんで、今回の結果を受けてオフに動いてくんのは結構間違いないのかなと。動きたくても動けへんかったからね。うん、もうシュレンクとしても我慢の限界に来てそうな気がする。そしてホークスがね、次狙うとしたら、やっぱスラッシャータイプでガンガンディフェンス割っていけるスコアラーか、突破していくタイプ。うん、あとはもうシュートクリエーションできて一人でもオフェンス完結できるような選手が絶対的に今必要。今ってさ、ヤング一人潰せば勝てるチームやん。ワンヤングボッコをしたらいい。そうそう、鋭角なナンバー2が欲しいわけよ。なのでヤング以外はこっからね、誰がトレードになってもこれおかしくないんかなと。出た、おかしくないシリーズ。唯一手元に置いていく可能性が高いので言うと、ディアンドレ・ハンター、そしてケビン・ハーター、ここ残りそう、ま、ぐらいかな。ハンターはね、来シーズン末で保証された契約終わんねんけれども、うん、プレーオフの活躍見る限りやっぱ置いておきたいと思うし、プレーオフで結果出せたのはでかいもんね、評価として。唯一ネックで言うと怪我が多いぐらいでかいな。うん、そしてケビン・ハーターは来年から4年65ミリオンの契約始まるんで、増えちゃうよ。なんで彼2人とさっき話したオコング、この3人はトレードの可能性低いのかなと。おー、今回入った、嬉しいね。そしてカペラもさ、もともとトレードデッドライン前まではトレード NG って言われてたけども、もう出さへんで言うて。そう、ただオコングがここまで成長してきてるんだ。オコングやるな。でもね、状況変わってきてるんよ。なので誰が出されるかほんまにホークス分からへんねんけれども、ただやっぱ一番可能性が高いのはジョン・コリンズ。あー、ちょっとキャラだな、薄なってもうたからね。まあちょっと怪我したんでね、残念な部分はあんねんけれども、やっぱよりね、ホークスとしては火力を出せる選手が欲しいんで、もっと爆発的な。その上でやっぱ一番いいアセットになりそうなのがこのジョン・コリンズ。しかもジョン・コリンズの控えにはルーキーのジェイレン・ジョンソンとかもこれから控えてるからね。未来あるタイプね。うん、まだこのジョンソンにね、過剰な期待は早いねんけれども、ただやっぱ G リーグで安定して活躍してたんで、じゃあ今後ね、もっとできるようになると。そう、3がついてきたら次のジョン・コリンズになれる逸材はめちゃめちゃ持ってる選手なので、このコリンズと今後のね、ホークスが持ってるドラフト指名権を目玉アセットにしつつ、おー、売りや。ホークスが補強に動いてくる可能性は結構高いんじゃないかなって気がします。そこそこの通りですよね。ただジョン・コリンズとしてはやっぱアトランタにずっといたいって前から言ってるから、ラブラブしてるからね。彼としてはなかなかちょっと心苦しいところではあんねんけれども、結果も出せてないからな、やっぱ他からの需要はあるのは間違いない。ここからは僕のね、誰取るのかっていう部分の考察やねんけれども、ちょっとザイオン狙えへんかなと。よく出したね、あなたは今。当然さ、そのザイオン健康体ならっていう前置きはつくけど、はい、コートに出たら圧倒的なスラッシャー。いや、すごいよ。そしてヤングからロブパスプレーはもちろん、あー、かっこいいな。もう一個いいのはさ、実はザイオンもハンドラーできるわけよ。うまいからね、言うて。そうやね。なのでヤング休ませるときにポイントから任せることもできるし。なるほどな。ルー・ウィリアムスが来シーズンどうなるかにもよるけれども、あー、彼もね、あるな。このザイオンがね、今狙い目なんじゃないかなって気はしてる。出てく？もちろんさ、そのカペラ・オコングのスペーシング問題とか、ギチギチなの、ギチギチ、ディフェンス悪くなるんちゃうみたいな、いろんな話あんねんけど、ホークスによって話で言うと、寄り添ってね、そう、ぜひ取りたいし、ペリカンズ的にも今ザイオンがいなくても勝負できるって分かったら、まあなんか難しいね、そこ難しい。このコリンズを足してよりペリカンズとしてアップグレードしていく。ビジュアルはイングラムと並ぶといかついけど、コリンズ言うたら今スタメンのジャクソン・ヘイズのアップグレードしたような存在なんで、なのでかつコリンズプラス多分1巡目2つぐらいはつけなあかんと思うんだけど、それはな、ザイオンですから、ね、うん、2つもしかしたら3つぐらいなるかもしれんけど、まあ、それでね、もしペリカンズが首縦に振ってくれるんやったら、今だからこそちょっと電話してみる価値はあるかな。ワンコールはいかがでしょうかと、うん、5コールぐらいしてほしいねんけどね。不思議やろ。いや、営業マンとしての根性見せないと。いつこさをね。そしてもう2つ目、ちょっと僕の個人的な狙い目選手で言うと、理想、ホーネッツのテリー・ロジア。ロジア、ロジア、プレーインで争ったこうチーム同士やねんけれども、お前やな、まあ、このロジアってスラッシャーでドライブからはもちろん外から向いてる。でも行ってほしくないやん、ホーネッツは。しかもホーネッツとしてはさ、リバウンドをこれからもっと強化していかないといけない。インサイド、なるほどね。しかももしハレルとの延長契約に失敗した場合、おらんくなる。そうやね、インサイドがもっと手薄になる。なるほどな。しかも PJ ワシントンとかも契約来年までやし、難しくなってくるのか。ロジアもね、来年から4年96ミリオンの延長契約始まんねんけども、始まっちゃうやん。もしホーネッツがこれからまたホーネッツの次
第2章としてチーム作り変えてくるはずなんで、さすがにブラッシュアップしてるな、ここ。うん、その中でもしロシアを例えばトレード対象にするって話が出るんやったら、当然コリンズとのワンドワントレードを狙うのは全然いけるし、ここ成り立つんじゃない。成り立つ。そしてもしかしたらコリンズではなくてカペラとかのトレードもワンドワンではいけます。ああ、オコング頑張ってっからね。うん、ホーネッツにカペラ来たらさ、結構熱くない？まあ強そうやね。そう、強そう。なのでね、この辺はあくまでちょっと僕の個人的な意見で、ホークスによって話あると思うねんけれども、ホークス側になりきってるからね、うん、今ちょっとね見てみたいし、電話はしてほしいトレードです。そしてあとホークス気になるのはガリナリはね絶対動かしたいはず。あ、ガリナリくん、ガリガリくんみたいな言い方すな。来年までこのガリナリ契約残ってんねんけど、長いな。だ、年間21ミリよ。でかいな。そうで、このガリガリ、あ、ガリガリくんちゃう。お前が言うたんやそれ。惑わしてくんな。素人 NBA。 このガリナリは年齢的にもね、やっぱ衰え来てしまってるんで。あ、結構多いじゃん。うん、ホークスとしては動かしたい、うん、そして他チームからすると、例えばガリナリの1年契約飲み込むんで、その代わり指名権くれみたいな話が、あ、もし両者としてマッチングするんだったらトレード起きる可能性は十分ある。そういうのはあるか。うん、もちろんホークスはね、そのスターいろいろ取るっていうのもそうやし、チームとしてはやっぱディフェンスも課題は多いねんけれども、もうやっぱね、殴るだけじゃダメだわ。ただね、ホークスはね、殴れてもないから。あー、ヤングしかいない。そう、もう一人くれ。ちゃんとヤングが右拳だとしたら左拳だね。ワンツー打てるやつね。ワンツー、今うまいこと言うだよ。皆さんいかがですか。ちょっと自分で言うと思うんだけど。素人 NBA。 なのでね、この辺がオフにどういう動きになってくるかっていうのは地味に注目です。地味ない。なので素人 NBA。 ホークスがどういう風に動いてくるのかっていうのはめちゃめちゃ注目です。注目でいきましょう。以上、ここまでアトランタはオフシーズンにどんな動きをしてくるかについて話してきました。いろいろ可能性はあるね。可能性はめちゃめちゃある。あなたはアトランタに誰を連れてくればね、より強くなると思いますか。ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちは明日以降は皆さん楽しんでいただける NBA 動画どんどん出していくんで、どん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 、この動画見ていただいて 40% の方、40なんですよ、まだチャンネル登録されてないと思うんで、なんだって、この動画見終わったらすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。10万登録いけばね、ホークスのユニフォームはもちろん NBA 全球団のユニフォームプレゼントするキャンペーンとかいろいろやっていきたいと思うんで、ぜひ応援してください。まず俺らのホークスのユニフォームを買おう。最初にかけるユニがないです。そしてメンバーシップでは月1本 NBA ファンにはたまらないようなワクワクする動画出してるんで、気になる方は情報をチェックしてみていただけると嬉しいです。 NBA オタクになりませんか。なりましょう。そして最後に、おもこめ、おもこめ、今日のおもこめは何。今日ですね、前回やりましたコスパ抜群 FA 選手狙い目まとめ、見たー、見たーってない。ラスさん、ラスさん久々ちゃう。はい、ジャモランとロニーウォーカーの髪型トレードしてください。どういうことやね、アプリでやれ。でもスパーズあの髪型禁止してるから。ほんま、ポポビ絶対怒るから。いや、坊主推奨やからね。やんけど。こんな感じで毎回いろんなおもろいコメント発表しますんで、今後もおもこに書いていただけると嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。過剰のトレーヤング、高は羽ばたく、過剰のトレーヤング、やかましいな。